から、近隣の自治体でありますうるま市の方で2軍のキャンプも行われると聞いております。より充実したキャンプが行われるものと我々も期待しております。ぜひまた岡田監督のもと ARE エイムリスペクトエンパワーというスローガンのもと18年ぶりのアレを目指していただきたいというふうに思います。我々村としましても、選手お一人お一人またチームをしっかりとサポートしていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますけれども、2023年シーズンに向けて選手一人一人が怪我なく、そして万全の体制でペナントレースに臨めるように、実り多いギノザキャンプになることを記念するとともに、最終的にはあれを勝ち取りさらに高めを目指す年にしていけるように記念しまして、私からの歓迎の挨拶とさせていただきます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。